昭和27年2月、一機のパンアメリカン航空機がハワイの本厳しいトレーニングを耐え抜いた力道山はハワイのシビックオーディトリアムでレスラーとして鮮烈なデビュー。
レスラーとして順調に歩み出した力道山だったが、時にはホームシックになることもあった。この頃彼は日本に残してきた子供たちに何通も手紙を送り、もうしばらくしたら日本に威張って帰ると書き記している。そんな力道山に NWA 世界ヘビー級チャンピオンであり最強のレスラーと言われていた鉄人ルーテーズに挑戦する機会が訪れた。ルーテーズは936戦無敗というプロレス史上不滅の大記録を作った男であり、得意技はバックドロップ、スピード、テクニック、パワーと全てを兼ね備えていた。昭和28年12月6日力道山はハワイのシビックオーディトリアムでそのルーテーズと世界ヘビー級選手権試合を行ったのである。しかしテーズは必死の力道山をそのテクニックとスピードで軽くあしらってしまう。2人の実力の差は明らかだった。